海と日本。さまざまな形で私たちの生活を支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げるのが海と日本プロジェクト。今回ご紹介するのはカヌーの体験教室。山陰中央テレビ本社で開催された島根町村フェスティバル輝けイレブンは、島根県内11町村のグルメや伝統芸能などが楽しめるイベント。飲食ブースなどが立ち並ぶ中、美郷町はカヌーの体験教室を開きました。美郷町はですね、町の真ん中を郷の川という川が流れてまして、大変自然豊かなところです。昔から生活の中に郷の川があった、そういう文化がありますので、そういった魅力を皆さんに感じていただければということで、今回カヌー体験を皆さんの方に、していただくということをやっております。松江市内を流れる大橋川で行われたカヌー体験には、カップルや家族連れの方など多くの人が参加してくれました。参加者の方には身近に感じていただいて、楽しんでいただいて、またカヌーをどこかでやりたいなという思いを持っていただくように、思っています。この日は風が強く、乗りこなすのに苦労した参加者たちですが、時間が経つにつれてカヌーを思うように扱えるようになり、大橋川から見る市内の景色を楽しみました。漕ぐところが楽しかった。自分が思ってたよりも進むスピードであったりだとか、不安定だったので難しかったです。水面から見るっていうのもね、ないですしね。またぜひ教室があればまた体験したいと思います。美郷町にはですね、豊かな自然、郷の川ですとか、豊かな山林というものがありますので、そういったことを、この体験を通じて来ていただければいいというふうに思っています。このイベントを通して美郷町や川と海の関わりについて興味を持ってもらえたんじゃないでしょうか。海と日本。